蓋巻きしております。はい、そうしましたら、はい、ここで横でクリップを留めておきます。はい、文庫を作りますので、はい、4等分に折ったまま、はい、手先を中央に戻しまして、はい、上端をしっかり入れて、はい、このような形を作ります。はい、そうしましたら、はい、ここで、はい、この蓋に留めておきます。はい、この上の部分のところにまっすぐこのように折り上げます。はい、そうしましたら、ここ今指を刺しているところから力を入れずに、はい、このように、はい、倒して折っておきます。で、ここに三角になりますので、この三角のところから細くこのように折ります。折りましたら、はい、手先を下に下ろしまして、その上にこれが乗る形になります。はい、そうしましたら、下がっている手先をそのまま上に、はい、このような手つきで上に折り上げまして、はい、折り上げたところに、はい、仮紐を当てまして、はい、こういう状態を作りましたら、ここが枕が乗せるところですので、はい、緩みをここでしっかりと敷いて、はい、こんな状態になってますので、はい、ここで手先を一旦下ろしまして、はい、三重紐をこの無地ギリギリのところからもう一度上に上げまして、はい、ここに、はい、紐を当てまして、はい、そうしましたら、はい、中心から、はい、左にこう、はい、裏を出して持っていきましたら、はい、ここで長さを、はい、このように同じ長さにします。はい、そうしましたら、はい、ここで、はい、これクリップを留めます。外側を3分の1ぐらいこのように折りたいと思いますので、はい、この幅に折ったところに、はい、クリップを当てまして、はい、山が中心に山を作って、はい、両端、はい、手前の方は輪で、後ろの方は耳が、端の方が上になりますので、このような長さを作りたいと思います。はい、この状態で、はい、1本目に入れます。はい、これも際の方にこのように斜めになるように入れませんと、帯が、はい、固定しませんので、はい、こちらの方は、はい、1枚になりますので、はい、この山と端をしっかりと、はい、つけまして、はい、これで、はい、2本目に通します。こんな感じになりますので、はい、ここで長さの
はい、ちょっと調節をしながら、はい、この幅の、はい、状態を見ます。で、中央でバッテンになった間から、はい、背中の方の端を上に引いて引き上げて、はい、体につけるようにいたします。はい、余分をこの枕の下に全部入れまして、はい、枕の下で押さえます。はい、しっかりと背中につけまして、はい、枕の下ギリギリのところに、はい、折り目をしまして、で、はい、この上に上げまして、端と2枚の輪を作りましたら、はい、隠しひだを作りまして、で、引いてから、はい、ここに来てから戻して、はい、際だけ開きます。はい、こんな感じに長めの文庫を作ります。